こんにちは。ファミリーマートで、今、GoTo キャンペーンのチケットを取ってきました。えっ、ー、とね、2万円分購入すると、2万円に加えて、4000円分ついてるんですよね。つまり20、20%お得に、この GoTo なんとかキャンペーン、GoTo イ、e、ートですか、これ、使えるということでね。これはね、やっぱり逃しちゃいけないと思いますね。20%ですからね。ただ、このチケットにするだけで20% 安いわけですからでおつゆは出ないんですけども例えば3,600円だったら3枚出して600円もしくは600ペイペイみたいな感じで出すと全然問題ないですからね。でずっとその、まあ、外食が中心になりますけども外食する金額のペースっていうのはそんな変わりませんからじゃあ月間で平均でね、えー、いくら使うかな5万かなと思ったら5万円分をなんとこれだから2セット買ったら4万8,000円じゃないですか。 かなりお得でしょこれこれはね使わない手はないかなと思いますね、うん、であの先着順で利用期限が7月の末までなんで今月来月しか使えないんですよで数に限りもあるんでもう残らないようにちゃんと計算してね無駄遣いしてもしょうがないんであまりそうだから無理やり使うみたいなことになってもいけないですからね、うん、だからこれはそうですね私のペースだったら1セット2セット今ね2万円分買って2万4000円分手元にあるんですけども まあもう二セットぐらい注文してもいいかなと思ってますけども、ちょっとね、大まかに、あの、外食に必要なスケジュールね、やっぱこう、いろいろと業務上ありますんで、それを計算していこうかなと思ってます。まあでもね、なんていうのかな、こういうのはね、やっぱ漏れなく使わないと、いお金残んないですよ。20%ですからね、10万で2万でしょ ?10 万使ったのに2万円分もらえるっていうのは、そのまあ、 日当 1>, 1万だとしたら2日分の労働がまあ収益化されるってことですからね。まあ、見逃せないですね、こういうのはね。うん、ということでございました。GoTo なんとかキャンペーン。使ってこう。